東京にあるアフガニスタン大使館で今日開かれた追悼式です。生前、中村さんが現地代表を務めていた NGO でアフガニスタンで人道支援を行うペシャワール会や大使館の関係者などが出席しました。中村先生と接する機会があって、その生き様を目撃できたことは本当に幸せだと思います。 He is our hero and we hope that his soul is reborn back in Afghanistan from Japan and to help the Afghan people。長年アフガニスタンで活動を続けてきた医師の中村哲さん、地元の人と協力しながら乾いた大地を農地に変えるなど支援に取り組みました。飢えや渇きというのは薬では治せないということですよね。その中村さんは3年前の12月4日東部ナンガルハル州で何者かに銃撃され死亡しました。中村さんを偲ぶ声は今も。この日広場を訪れていたマハムードさんです。マハムードさんは事件当日、複数の男たちが銃を発砲するところを目撃したといいます。前の政権の捜査員が聞き込みに来たことはあったものの、タリバンが権力を掌握した去年8月以降、捜査に訪れる人はいなくなったということです。タリバンは捜査を担う姿勢を見せてきましたが、進展は見られません。これについて当時の政権の初動捜査が不十分だったと主張しています。事件から3年が経った今も真相解明の見通しは立っていません。